え、こいつの武器は背中のサーベル2本か、契約で身体能力でも上げたか。悪いがここで捕まるわけにはいかん。縛らせてもらうぞ。お、あっさり終わった。てん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 。そのサーベルさえ抜かせなければどうということはない。この鎖は硬いぞ。波の刃物ごときでは。案の定だったな。波の刃物じゃなかったね。何？今何が起きた？鎖など俺の前では無意味だ。俺の肉体は全身が硬質化し悪魔の刃となる杖兵。本当に何なんだこいつは。正義を自称する魔人が全身武器人間。これではまるで敵を倒すことだけが自分の正義だとでも言っているかのようだ。その鎖さえ攻略すればどうということはね。この肉体は鋭いぞ。波の悪魔ごとき真っ二つだ。こいつ、とにかくリッパーに触れるのはまずい。ただでさえあの早業だ。ちょっと感じそうだった今。距離を取って戦い方を変えなければ、考えなければ。主演、大事なとこ。おっと、リッパーは実施が鋭い武器になる。恐ろしい魔人だ。2本のサーベルも含め近づければ、致命傷は避けられない。ただでさえすでにカロンは深手を負っている。今はただ避けることだけ考え、チャンスを待て。ちょ、来てる来てる来てる。逃げ続けろってことでしょ。リッパーをやり過ごせって。危ないよ、あいつ危ない。一撃で大ダメージもらった。もしかして今傷薬使ったよね。待ってこいつやばいんじゃん。ちょ待て、あの人後ろ向きながら攻撃してきたんだけど。やべ、さっさと走り回ってればとりあえずどうにかなるか。ちょやべ、おただでさえこっち今傷薬1個使っちゃってんだけど。何ダメージ食らった？4食らった。もしかしてやべえって。おお、なんだ必殺しようとしてる。何か来る。危険だ。だが逆に今は奴の動きが止まっている。今のうちに何か食らわせてやることはできないか。え、ミッションが更新された。何かって。お、なんか書いてある。ちょ、時間がない。おい、はいはい。ガソリン缶でも食らってろ。おお、油まみれになるんじゃん。あ、無駄だ。こんなものじゃ俺は傷つけられねえ。今すぐ見苦しい抵抗をやめやがれ。どうするこれ。ダメか。だが気のせいか。ガソリン缶を切ったとき、一瞬ひるんだような。火つけるしかねえんじゃん。上になんかランタンっぽいのあるし。ちょ、また逃げなきゃいけないんでしょ、これ。あ、来てる。ちょ、こいつ動き早いって。傷薬1個買いに行かないとやばいんじゃん。お、来た。またこのなんか、無双タイムだよ。おー、危ねえ。はい。でもリッパーかっこいいね。名前がかっこいいよね。魔人斬りとかさ。魔人狩りとか。なんかソウルイーターを思い出すな。また奴の様子がおかしい。来るか。しかし、ガソリン缶を投げつけても拉致が開かない。もう一工夫必要か。これどうしろと。鎖で引っ張るか、あのランタン。おっと、来た。ノエルしてんだ。カノン、援護しますわ。ノエル、いつの間にそんなところに。密かに回り込んできましたのよ。ちょっと噛んだ今。それより今なら何か投げつけられますわ。指示をくださいまし。よし、今のやつに効きそうなのは、植木鉢、そんなわけ。ぬいぐるみ、そんなわけ。ガスランプだろう。ランタンじゃなかった。リッパーめがけてランプを蹴り落とせ。やつの足元はガソリンまみれだ。勝手承知。なんだそのセリフ。おい。お、来たんじゃん、これ。な。ノエル、離れろ。おお、大爆発した。これもうさすがに生きてらんないでしょ。全身火だるまじゃん。あ、終わったね。あ、よかった、助かった。あ、セーブだ。セーブしまーす。なかなか激しい戦闘だったんだけど。あいつ動き激しくなかった。わあ、こんがりだ。こんがりジューシー。やったか。そのセリフやってないやつだね。言っちゃいけないね、やったかとか。魔人とはいえ、こんなことをして本当に良かったのかしら。おいおい、こんな時にまで何を言ってる。相手は。あ、これ大丈夫だったっぽいね。その悪魔の言う通りだな。あらら、無傷も無傷じゃん。はでもなんかそれなりに効いたっぽいな。あの爆発で吹っ飛ばないのか。きっと体を硬質化させて耐えたんですわ、杖。なるほど、そんな使い方もあるってわけか。器用なやつだ。髪の毛も硬質化したのかな。くそ、あの火事の記憶がうずく。だが今はそれどころじゃねえ。落ち着け。なんか落ち着いてる。ノエル・チェルクエッティ、お前には一つ問わなければならねえ。ん？何を？問う？ということ？そんなものに素直に答えてやる義理はない。おっと。これ意味あるか？また切られるんじゃね？案の定の。知ってたけど。おちょ、もうやめて、カロンいじめないでこれ以上。カロン。大丈夫だ。今のは浅い。ち、手が。貴様は黙ってろ、悪魔。ノエル・チェルクエッティ、貴様は復讐を掲げる魔人だと聞いた。そうだね。飛脚のノエルとかなんかかっこいい意味をついたしね。ならばその復讐に、その復讐のために、すべてを捨てる覚悟があるか。ジリアンすら捨てろってことを言いたいのかな。すべてを捨てる覚悟。俺にはあった。俺には、
俺の信じる正義以外の全てを寄せつけず、削ぎ落とす覚悟がな。それで弟を倒し、魔人の狂気に溺れたあいつの目を覚まして連れ戻してやれるなら。お前はどうなんだ？復讐のためにそれ以外の全てを捨てているのか？いや、捨ててきれてません。てん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 。私は、気をつけろ、また腹パン食らうぞ。復讐のために それ以外の全てを。おっと、がっかりだ。その程度の意志しか持たない奴が場当たり的にフーゴを倒したってのか。そんな奴のせいで俺の正義は閉ざされ、あいつは暗い監獄の中、ま、自業自得だけどな。てんてんてん。もういい。これ以上貴様らと話すことはない。え？おお、なんか来たぞ。おお、なんかかっこよくなったぞ。打点とか。おいおい、中二感半端ねえな。は？これは一体。ノエル・チュークエッティ、これが貴様と俺の信念の強さの違いだ。おお、と、威力半端ないんですけど。バカな、打点だと。それならこいつは。何こいつは？何なんですの、それは。お、電車来た。死ね。この傷でこれ以上は危険だ。撤退するなら今しかないな。飛ぶぞ、ノエル。電車に飛び移る気満々。はい？おお、おお、すげえな。もうダイハードもびっくりなんだけど。おお、おお、行っちゃった。何、打点って。これ、ノエルも、あれじゃん？打点するんじゃん？だって魔人でしょ、ノエルも一応。なんか特別能力はないけど。逃がしたか。打点しても炎を見るとつい頭が熱くなっちまう。いや、逃がすことは許されねえ。悪魔も魔人も絶対に。今から24時間以内に殺す。あ、今日中に？これが俺の最後の戦いだ。生きる意義を失った正義の魔人の最後の。死ぬ気じゃん、この人。ゴフ。え？もし逃がしたら、麻酔なし、00G。カオピアス2回の罰としようか。そのカオピアス好きで開けてるわけじゃないんだ。本当は開けたくないのかな。なんかちょっと変わり者っていうことだけは伝わったぞ。おお、びっくりした。ブレイクスルー。脳回復ボーナスが。だって、一撃重かったんだもん。びっくりしたよね。ゴーンとかいきなりこう、なんつうの、爆音鳴ったしね。地下鉄内。地下鉄だったの、ここ。大丈夫か？随分派手な脱出でしたわね。手車に飛び移るなんて。そうでもしないとやばかったしね。一歩間違えれば自爆でしたわよ。あの場からはとにかく早く離れる必要があった。ああでもしてな。あの男、リッパーは危険だ。やられた傷は大丈夫ですの？てんてんてん。お前のそばにいると傷が絶えないな。これ以上の激しい動きは正直、遠慮したいところだ。てん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 。あれは一体何だったんですの？やつはどう変化していた？なんか目が黒かった。あとなんか模様みたいなのが顔に出てたよね。体にも出てたか？あ、ほらほら、体にも出てるね。体中に文様が出てるのかな。瞳が赤く光って魔法陣のような模様が出てましたわ。あとなんだか黒っぽいオーラもまとっていたような。なんか中二展開だね。かっこいいわ。そうだ、それらの特徴が意味することはただ一つ、魔人の打点現象だ。打点？打点？悪魔との契約を結んだ魔人に起こりうる現象のことだ。悪魔との契約を抱えたままいつまでもその契約に対して強い意志を抱き続けていると、契約による悪魔の力が増幅し、ああなる。うえ、ちょっと難しいですわね。そうだな、契約を毒だとでも考えろ。リッパーで例えてやろう。なんか勉強会が始まった。正義って書いてある。奴は自分を正義の魔人だと言っていたな。うんうん、言ってましたわね。それはつまり悪魔の契約で正義を願った魔人だということに他はならない。うん、すなわち悪魔と契約し、正義のためにあの全身が刃物になる毒を受けた。ほうほう。毒を受けた時点で契約は終わり、代償も支払ってすでにリッパーと悪魔の縁は切れているだろう。しかしその毒は人間にとって強すぎる生きた毒だ。リッパーが正義を強く意識するたびにどんどんリッパーの全身を蝕みながら成長していくのだ。結果あの力を手に入れたと？契約で得た力が一人歩きを始めると？だから毒と例えた。そしてその毒の成長が進み、全身を蝕み尽くすほどに悪化すると、半ば毒に体を支配される形で悪魔に近い異質な力に目覚める。おお、かっこいい、そういう設定。それを打点と呼んでいるわけだ。なるほど。原理はどうあれ、打点はレアケースだ。悪魔への願いをよほど強く、よほど愚直に意識し、意識日々それしか考えていないくらいでなければ起こらない。願いのために人間をやめるようなものだしな。これはノエル絶対打点するな。
確かリッパーは弟をマジンボマーを倒すことが自分の正義だと言っていた気がしますわ。そして私たちがそれに横槍を入れたとも。マジンボマーを倒して目を覚ませ連れ戻すだったか。いずれにせよリッパーより先に私たちがボマーを倒してしまった。それが気に入らなくて私たちに近づいてきたんだろうな。ボマーを倒した奴らがどんな奴らか確かめるために。なんかやべえやつだな。でもあの人かっこいいと思う。魔人斬りだぜ。惚れるよね。男の子の胸に響くような異名だよね。リッパーはボマーを連れ戻すためならそれ以外の全てを捨てるとまで言ってましたわ。ボマーは結局ラッセルに使われていたんだからもっと目を向けるべきなものもあっただろうにな。噛みそうだったぞ。それくらいボマーのことしか見えていないんですわね。私もあれくらいジリアンを見なければ向き合うことなんてできないのかしら。それは本当に正しいのかノエル。なんか問いかけてるカロンが。でもな、親友に襲われたとなるといろいろ考えるよね。あれなんか一人で行っちゃったんだけど。ちょ、回復欲しくね。ライフ3で中途半端なんだけど。ノエル置いてって。おー、なんかある。傷薬ゲッチュー。美味しいね。傷薬であればどうにでもなる気がする。ん、移動するにしてもどこに行きますの。あまり無理はしない方が。そうだな、カロンとりあえず傷直さないと。当てはないが、私たちが電車で逃げたことはリッパーも分かってる。ならば少なくともこのトンネルは出た方がいいな。地下から出て線路から離れたい。安全な場所で少し休んでこの傷をどうにかしなければなら。はーい、そうですわね。なんか他にもアイテム落ちてないかな。できれば全回復ボックスがあれば。あ、そっち、あ、こっち行けないの。あ、行けないね。危うく道を間違えるところだったぜ。なんもないね。まだこれ、あいつちゃんとついてきているだろうな。少しを様子を見てみるか。いるよ、すぐそこにいる。あ、止まってたわ。ちゃんとついてきてよ。どうした。おお、いた。誘い込まれてるっぽくねこれ。おお、あ、違うわ、誰かが出てきたのか。あー、もうマークされてんじゃんここ。どうするよ。本当にこんなところにいるのか。電車に捕まって逃げたって話だ。線路沿いに潜伏しているかもしれない。報告にあった路線だけでも何駅あると思ってんだ。おまけに地下鉄だぞ。隊長も市長も人使いが荒いよな。でも成果出せば上に気に入られるかもだぜ。何、昇格か。隊長だっていくら仕事ができるっつったって結局は管理官に気に入られてるだけだろ。あの年で隊長だからな。おまけにあの頭にピアス、ギャングかよっつってな。確かにな、いかちいよな。それを言い出したらお前管理官の方がよっぽど見た目も中身もやばいだろ。管理官ってのはジーノさんかな、もしかして。お姉でしょ。ほら、なんでいい年したお姉が管理官やってんだ。触れてはいけないんだろうな、そこは。行っちゃった。じゃあ出ていこっか。さすがですわね。狙いが正確ですわ。移動して正解だったな。危うく線路で鉢合わせになるところだった。出口を封鎖される前にここを出よう。はーい。そういえばここって一体。地下鉄の工事現場だろう。上に行けば関係者用の出入り口があるはずだ。すごい、的確に何でもかんでも分かってるカロン。なんか知らんけど急にチキン南蛮が食べたくなってきた。相手の狙いは正確ですわ。囲まれる前にここを脱出しないと。はーい。ちょ、邪魔です、邪魔ですわ。よし行こう、先に行っちゃおう。はい、で行って上にずっと向かっていけばいいのか。あれ、おっと、視点が変わった。お姉とヤンキーだ。オスカー、 G の管理官、お疲れ様です。ノエル・チェルクエッティとカロンについては現在鋭意捜索中で、他に誰もいないし、かしこまらなくてもいいわよ。それと、刃を交えながら逃がした手前、焦る気持ちはわかるけれど、あんまり張り切りすぎると部下も気味悪がっちゃうわよ。あなたが実は魔人だってことは、私との秘密でしょ。ジーノ様知ってるんだね。はい、すみません。しかし、ノエル・チェクエッティとカロン、あいつらだけは俺の正義にかけて倒さなければ。ふふ。時には冷静に待つことも必要よ。いくら全身を硬質化できるあなただって代償による傷には勝てない。悪魔を切れば切るほどあなたの体もズタズタでしょ。今だって結構ダメージきてるんじゃないの。あ、そうなんだ。それは血入ってたもんな。そういえば包囲網を張ればすぐに見つかるわ。とりあえず落ち着いて傷を癒しなさい。ふふ。大丈夫よ、あなたが正義のためだけに鍛えたその力は裏切らないわ。てん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 。それよりも、魔人ボマーが捕まったからってこれが最後の戦いだとか考えちゃダメよ。あなたは今や立派な隊長さんなんだから、自分を大事にしてこれからも魔人斬りであり続けなきゃね。魔人斬りがほんとかっこいい。シュヤもそういう意味をつけようかな。
シュウヤンの魔人斬り実況チャンネルみたいな。意味わかんねえわ。俺は俺の目的さえ果たせればそれでいい。それ以外はどうでもいい。ノエル・チェルクエッティ、お前が本当にその程度の魔人なら次で終わりだ。殺される。なんか死刑宣告されてんだけど。まあ、とりあえず脱出だよ、まずは。あ、セーブだ。セーブしまーす。簡単に脱出できればいいけど、なんかまためんどくさそうな気がする。これはゲートが閉まっているな。どうやって出んの。はあ、この先が出口だと思うんですけれど、これだけ大きい扉、さすがに力ずくでどうこうするのは無理そうですわね。だな、別の道を探そう。で、このエレベーターっぽいのを乗る。これ、はい、あ、いけるっぽいね。リフトか、リフトだった。別のフロアから迂回できるかもしれんな。行ってみましょう。どうせそれ以外に道はありませんわ。はーい。何がいるかな。何もなし。行くぞ。おい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 、やべえのがいるぞこれ。あれじゃん、あのビルに飛び込んだ時の。ちょちょちょ、待て待て、これタイミングゲーだろこれ。あ、なんだなんだなんだ。これまた難しそうだな。すんなりクリアできればいいけど。トロン、こんなものまで導入してきてますの。大盤振る舞いだな。もしラプラス中の駅や関係者で入り口すべてにここまで知れるんだとしたら危険だね。考えたくありませんわね。まあいい、今はここを出るだけだ。ドローンの単調な動きならかいくぐることもできるだろう。だがアクエリアスの時とは訳が違う。戦って破壊するような騒ぎは避けるぞ。はーい。もういけんじゃこれ。もうこれもういけるっしょ。おい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 。あ、ちょ、あ、これ待って、これ隠れなくてよかったし、今隠れなくて絶対よかった。行くぞ。はい、余裕のよっちゃいかやん。はい、これまだ続く、もしかして。こういう系、こういう系苦手なのよね。いや、苦手とか言うからダメなんで。もう得意得意、大の得意とか言っといた方がいい。わ、ちゃちゃちゃ、なんかいるけど、銃持ちもいるけど。え、これ無理くね。難易度高くない。ここもですわ。面倒だがさっきと同じだ。奴らの目を盗んで先に行くしかあるまい。焦らずタイミングを見計らえ。これじゃ、ちょっと待って、このタイミングでしょ、このタイミング。おい、おらおら、余裕じゃん。あれ、これ余裕のよっちゃいかじゃん。お、マジ、ちょ、天才すぎない？しゅうやん。全然不得意じゃないじゃん。やったね。ちょっとテンション上がったわ。あんと、これもまたなんかよくわからんな。あのくぼみ隠れる意味あんのか。丸見えだよね。いや、これ何これ、ちょっと待って。まだこんなにいますの？そろそろ疲れてきましたわ。これはとりあえず右上に行って、くぼみに隠れ、いや、隠れるのかこれ。くぼみ隠れて見えないか、見えないだろうな。くぼみに隠れて、あ、いや待てよ、まっすぐ行けんな。まっすぐ行けんじゃん。オッケーオッケー、わかったわかった。左にまっすぐ行ける。妙に警備が慎重だな。まあいい、ここまで来れば出口も近いはずだ。もう一頑張りだな。はい、なんか区切りとか変になっちゃった。もう行ける、もう行ける。もうノンストップでバンバン進むからね。で、ここで、あ、ちょっと待てよ。ああ、よしよしよし、邪魔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 、よし、ここで行かん。どうし、まずい、一旦行くぞ。今絶対行けたと思ったのに、まっすぐは無理なのかな。流れに逆らわずとか言ってた今。ちょ、待ってね。はいはいはい、これもこうして、あ、じゃあ流れ通りに進むというのならば、ここら辺じゃん。ここら辺でこう行けってことか。でも、あの人間が厄介じゃん。あ、こっち見てる。ちょ、おい、おい、おー、危ねえ、危ねえ、超危ねえ、超危ねえ。いけたね、とりあえず。あー、お着しちゃいけなかったね、残念。お、もう出れたじゃん。早っ。シュナ、天才か？脱出の神じゃん。はい。誰もいないね。やったぜ。ようやく地上に出られそうですわね。今度こそリッパーの追跡がないといいな。本当にね。てんてんてん。ちょっとありえるから困りますわ。いきなり飛び込んでくるかもよ。やっと見つけたぞとか言って。クリアボーナス4ポイントしかもらえなかった。さっきの失敗が痛かったね。残念。おー、外だ。空気きれい。空気が美味しいですわ。同じこと言った。下水道から出た時も同じことを言っていたぞ。地下は暗いし、空気がよどんでるし、何もいいことはありませんわ。わかる。潜伏するにはもってこいなんだがな。カラスは暗いところが好きそうですものね。これ言うぞ。鳥じゃないって言うぞ。カラスは別に暗いところが好きではないし、夜行性でもないぞ。言わなかった。あら、そうなんですのね。真っ黒だからそんなイメージがありましたわ。私はカラスではない。言ったわ。変に時間差つけて反応するのやめてくださいまし。ね、絶対来ると思ったのにね。たく、そんなことより、もう少しここから離れよう。出入り口の真ん前はまずい。おーい。左行く？右行く？ああ、なんだ。地下は暗いし行くよ。わかったわかった。左だね。はい、行くぞ、左。はい。ああ。
これ黄昏れちゃうんじゃん。ノエルちゃん、前いつだかも黄昏れたよね。ボマー戦の時も黄昏れてた気がする。もう日が沈みそうですわね。夜になれば捜査は中断だろう。ようやく回復に集中できそうだな。てん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 。そう、早く治すよね。なんだっけ、カロン君。もう血だらけよ。こうして夕焼けを見ていると思い出してしまいますわ。コンクールのあの日を。ああ、バローズに騙された日か。お前がラッセルに騙された日か。そうなりますわ。なんだかとても遠い日のことのように感じますわね。てんてんてん。私、思いますの。ジリアンの優勝を素直に喜べなかったあの瞬間が私の分岐点だったんだなって。まあでもね、騙されたからな。本当はノエルが勝ちのはずだったのにな。あれからいろいろなことがあって、でも結局今の私はやっぱりジリアンと向き合えずに夕焼けを見ている。あの日から何も変わってませんわ。リッパーに試されて分かった気がしますの。まず私がやるべきことはジリアンと向き合うことだった。それができないまま復讐に手を伸ばしたから、こうやって同じことに二度つまずいてますのね。BGM がかっこいい。本当にそうか。え？リッパーを見ていて思った。あいつはお前のあり得るかもしれない未来の姿なんじゃないかとな。ん？どういうこと？リッパーが私の未来の姿？え？ある魔人が全てを捨ててボマーを倒すという正義を貫こうとしていた。警察で魔人なら本当はラプラスの闇が見えているはずだ。それにもかかわらず今はそれより大事なものがあると考えている。それが大切な弟を改心させるためだと。うん。でもリッパーの自分の信念曲がんないのはかっこいいよね。またある魔人は全てを捨てて大切な友人と向き合おうとしている。復讐者なら本当はラッセル・バローズが見えているはずだ。それにもかかわらず今はそれより大事なものがあると考えている。それが大切な人と向き合うためだと。ほら見ろ、リッパーとお前は同じだ。確かに言われてみると、目の前のものにとらわれて大事なものを忘れている。私にとっては復讐もジリアンもそっちも大事なものですのよ。だろうな。だからこそお前はリッパーを手本にするべきではない。復讐を閉ざすな。それを捨てたら今のお前に何が残る。復讐のために日常を捨てたお前が今度は復讐を捨ててなんて言ってジリアンと向き合う。それは無理だろうな。あれ、おっとまたなんか流れが変わったぞ。さあ一つずつ思い出せ。お前の復讐の始まりは何だったんだ。一番最初の出来事は何だった。ピアノでジリアンに八つ当たりしてしまったことですわ。赤いドレスが久々。向き合えなかったことを謝りたい。いや、それよりもジリアンの結果に素直におめでとうと言いたかった。それだけのことができていればきっと。そうだな、お前の心が弱かったことが悲劇を呼び寄せた。ラッセルに目をつけられるきっかけになった。それがお前の転落と復讐の始まりだ。そしてお前は、そう、復讐者となった。自分とジリアンを利用したラッセルを許せないと決意したからこそ私と改めて契約を結んだ。そうですわね。かわいいな、ノエルとジリアン。あー、これがいいよね。白と黒で対照的で。時は流れ、形は多少違えども、再びお前の前にジリアンが立ちふさがった。なぜだ。私の心が違う。それじゃあリッパーと同じだ。ジリアンがまたしても利用されてるんだよ。ジリアンの意志なんか重要じゃない。上で笑ってるやつが重要だ。ある人間がお前を御するためにジリアンという人間を巻き込んだ。余計な悪魔の手を差し伸べた。それってまさかバローズ式典奏者の時と同じ。その通りだ。お前は今もラッセル・バローズの手のひらの上だ。ノエル・チェルクエッティには結局フーゴ・ドレッセルでもシビラ・ベッカーでもない。あ、懐かしいシビラ。そうだ、それだ名前。ジリアン・リットナーをぶつけるのが一番だとラッセルは確信を持ってしまった。てん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 。ラッセル・バローズに使われた人間はどうなる。ボーマーは、シビラは幸せな日々を送っているのか。じゃあジリアンはどうなる。てんてんてん。ジリアンは間違いなく不幸だよね。不幸一直線だよね。だって聴力失いかけてるっしょ。ジリアンもまさかバローズ市長がいる限りどれだけ小手先でジリアンと向き合おうと
シリアンは最後に使い捨てられる。そう考えるのが自然だな。そんなのダメですわ。これ以上タローズ市長に好き勝手させるわけには。だろ。だったら誰が出てこようが最初から何も変わってなんかいない。お前が本当に立ち向かうべき相手は誰だ、よく思い出せ。このイラストかっこいいんだけど。でも許さんぞ俺はお前のこと。おかっこいい。お前の敵は誰だ。ああ、ここでまた一歩踏み出すっていうか立ち直るんだね。私の敵はラッセル・バローズ。テスは。そう、その通りだ。ジリアンに謝りたいなら、ピアノを褒めてやりたいなら、ジリアンを、お前の復讐を止めるという呪縛から解放したいなら、お前たちをもてあそんだラッセル・バローズを許すな。倒せ。今はジリアンの目的に抵抗しろ。てん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 。意味は、いや、大事なとこかんだ。意味はあって、今はジリアンに抵抗。たとえそれがジリアンを傷つけることになったとしても、そういうことだ。そう、それはジリアンを傷つけるかもしれん。だが、傷つけなければラッセルに食いつくされる。お前はそれを許せるのか。傍観して、それを許すのか。カロンかっこよくすぎね。で、カロンのあのコスチュームかっこいいよね、ほんと。そんなの、許せるわけがありませんわ。私の傷を見ればわかるだろうが、リッパーは愚直だが強い。いざという時、お前が心で負けているようでは必ず隙をつかれる。腹パンもきしくらってたしね。覚悟を決めることだ。あ、そうですわ。そうですわね。大事なのはジリアンと戦うかどうか迷うことじゃない。どうすればジリアンを止められるか、どうすればジリアンを市長の手から解放できるか、そのためにどうすればいいか、そんなことは最初から分かってましたのね。分かりましたわ。私は私の復讐を貫く。たとえジリアンと戦うことになったとしても、それがあの子を解放するためなら迷いませんわ。他の誰も関係ない。ただこれが私の復讐だから、私なりにジリアンと向き合ってみせー。みせー。おー、大事なとこで空気読まない。お腹、お腹減ってるのね。食べ物あるの。てんてんてん。シアも腹減ってきた。チキン南蛮食いて。今のはお前の腹の音か。く、素直すぎますわ。今日は何も食べてないんだから仕方ないでしょ。お腹減ったのね。そうだったな。なんか食い物あんの。ノウサギとか捕まえんのか。お前の選手先生も台無しになったことだし、おしゃべりもそこそこに、そろそろ休むとしよう。野宿するにしても、まず、大事なとこ。まず野宿できそうな場所を探さなければならん。私もそろそろゆっくり傷を癒したい。やっぱり野宿ですのね。しょうがないね。せめて小屋でもあるといいんですけれど。ないでしょう。そして次の日を迎えると。セーブ。でも脱出してどうすんだろう。殴り込みでも行くんかしら。おっと、また来たな。リッパー。かっこいいな、こいつ。これは過去かな？過去っぽいね。幼少期から入退院を繰り返していた病弱な俺の世界は小さかった。ほうほう。お父さん？お母さん？弟かな？フーゴだっけ？小さな世界の住人は父、母、弟の3人だけ。父は頼りなく、母は厳しく、弟はやかましい。元気っ子なんだね。楽しそう。怒ってるぞ、お母さん。だがそんな小さな世界に不満はなかった。優しい父と世話焼きの母と俺を笑わせてくれる弟に囲まれ、それは俺にとって幸せな日々だった。病弱だったのに今こんな凄まじく強くなってんだ。そんな俺の体調が安定し、病院ではなく家で過ごしていたある時期。おっと、なんで、どういう経緯で急に。ドレッセル家は事故に巻き込まれた。後に知ったことだが、それは悪魔や魔人が町中で争った余波だったという。あ、そうなんだ。両親は死に、弟のフーゴは行方不明になり、俺は奇跡的に生き残った。無傷だったよね。傷はないもんね、顔とかに。あらら。お、どうするのや。あの子、うちは引き取れないわよ。うちだって嫌よ。廃人同然の、しかも他人の子なんて。え、そんなに弱ってんの。あらら。そして一人になった俺は、親戚にも相手にされず、居場所を失った。そんな時、俺の元に現れたのが、ジーノさんかな？もしかして。はじめまして、オスカーちゃん。私、警察官のジーノ・ロレンツィよ。これやっぱり。突然だけど、これからあなたの面倒は私が見るわ。突然すぎる。これで鍛え直したんだ。
俺は若かりし頃の G の管理官に拾われた。そして警察官としての俺が始まった。カミカミなんですけども大事なとこ。主演しっかり。それからは必死だった。俺は警察訓練学校で病弱な自分を鍛え直した。警察になって、未だ行方不明の弟の手がかりを探しながら、悪魔や魔人に苦しむ人々の力になりたい一心だった。いいやつだな。だが魔人ボーマーの逮捕作戦に参加したあの日の、魔人ボーマーとは他ではない、失踪したフーゴの慣れの果てのそのものだったこと。フーゴはもはや、俺の説得に全く耳を貸してくれなかったこと。訓練学校での血の滲むような努力も、あいつの爆弾の前では何の役にも立たなかったこと。すべてが俺の無力さを嘲笑っているようだった。ここにつけ込まれて魔人と契約させられたのか。だが、まだ手段は残っていた。おお、何?ああ、魔人と契約したってことか。あら、素敵な力じゃない。こうして見ると病院にいた頃とは見違えるよね。てんてんてん。俺に悪魔召喚の方法を教えてくれてありがとうございました。俺は今日から警察官にして魔人。もちろん警察に迷惑はかけません。正義の魔人です。この力は魔人になってしまった弟を倒し、連れ戻すためだけに使います。いいのよ。あなたの苦しみを考えれば、これくらいの協力はしてあげて当然だもの。まさかずっと探していた弟が魔人になっていたなんて辛すぎるものね。え、これあれじゃん。魔人、そのフーゴだっけを魔人にしたのもこのジーノとかバローズなんじゃん。それすらも仕組まれてたのかな。そうなるとすごいな。本当に私もびっくりよ。でも一つすっきりしました。フーゴはもう言葉で説得できるような状態じゃない。アンダーグラウンドに染まったあいつを連れ戻すには力でねじ伏せて引きずり戻すしかない。説得に失敗して骨身に染みました。そうね。だからこうして私が特別に悪魔をあなたに紹介してあげたのよ。魔人を狩るなら同じ魔人が最適。魔人の弟を引きずり戻したいなら同じ力が必要だものね。でも代償も高くついたんじゃないかしら。そうなの。どうやら悪魔や魔人を切るたびに自分も同じ傷を負う体になったようです。マジでか。じゃあカロンを思い切った時に自分もそれだけの負荷で負ったってこと？あらあら、それは大変ね。でもその力は弟のためだけじゃない。警察官としても秘密裏に使う価値のある力よ。わかってます。悪魔を紹介してもらう代わりにこの力を警察のためにも使う、そういう話でしたね。そうよ。あなたにとっても悪い話じゃないはずよ。あなたは魔人であることを隠し、法の目をかいくぐりながらボマーを追わなければならない。警察はボマーに限らず、悪魔や魔人に対抗するための戦力が欲しい。そして私はあなたの正体を隠すことも、あなたの警察としての立場を守ることもできる。はい。警察官の中に魔人がいるだなんて、バレたら大変どころではすみませんね。捕まるだろうな。なに、私の言う通りにするだけよ、オスカーちゃん。大丈夫よ、警察はすごいんだから。魔人ボーマンをすぐに再発見できるわ。だからそれまではこっそりとお行儀よくお仕事しなきゃね。その先に弟を助ける道があるはずよ。期待してるわ、オスカーちゃん。悪いな、この人。ジーノとバローズってすげえんだな、そう考えると。かなりの策略家だよね。勝てるか、ハロンとノイルで。勝てないからこそ今シーズン8まで来てるんだろうな。G の管理官には恩もある。俺の前に立ちふさがりさえしなければ、いくらでも使われてやる。たとえあなたが何に関わっていようと、悪魔の紹介と警察の立場がなければ、フーゴの捜索はできなかった。あなたが悪魔を紹介できる立場にあるということについては、俺の目的には関係のない、削ぎ落とすべきことだ。それが関係してんだろうな。俺には大きすぎる世界の無視すべき話だ。お、なんか来た。隊長、例の作成準備が整いました。よし、ご苦労だった。俺もすぐに向かおう。お、来るぞ。エグザイルの人がな、強いんだよな。勝てるかな。多分これ、1対1で対決するよね。